それでは分科会を再開いたします休憩前に引き続き質疑を行いますなお上谷委員から質疑取り下げの申し出がありましたのでご報告いたしますそれでは下村委員どうぞ下村委員えー よろししくお願いしますあの世の中で強いものが生き残り頭の賢い人が生き残るそうではないと変化に対応できるものが生き残るダーウィンが言われた言葉や思ったら実は違うという説もありましてあのこれ言う前から悩んでおったんですけど、まあ、いずれにいたしましてもあの1年2年前まではインバウンドで、えー、大変な市民の皆さん方がおしりを叱り受けた、えー、観光 問題でしたけど、まあ、それが新型コロナウイルスという大変な、えー、菌の発生によって世界的なパンデミックで、えー、日常生活で奪われてまあ、すますこれからもいろんな政策を打ち,打ち出していかんなんと思いますけども、まあ、その中で冒頭申し上げましたようにあの今までは旅館やホテルだ宿泊、宿泊行ったのが手のいらを返すようにこういう政策かというとやはり行政も市民も情勢に適応していくことが 生き残る大事なことかと思いますそういう意味でこの政策は非常に理にかなったタイミングのいい政策であろうというふうには私も認識しておりますただその中でこれはあの山形県の方でも書いてあることなんですが、えー、市街地の空洞化防止や地域活性化の対策として学生寮が注目を浴びているいわゆるこれは山形の方は商業ビルで空きフロアだった3から5階を改造して宿舎にしているとこういうことなんです まあしたがってえ今回補正予算で挙げられているのもやはり空洞化の防止と地域コミュニティとこの2つの命題があるわけですからそうすると民宿のことは少し今日はちょっとこっち置いておきましてえ旅館業務に基づくところについての手当てということなんですけどもえ京都の方もますますコロナ関係で廃業なったりえ縮小されたりテレワークでえーいろんなシステムが変わってきてます。そうすると ビルそのものもやっぱり見直していかんなんと思いますけれども、そういう意味で、まあ、今回はこの補正の中では、えー、こういうようなあ対象にされましたけれども、今、私が申し上げたこと、これは全国的にも空きビル、商業ビルも、えー、そういうことの一つの土俵になってますけどその点、現状でのお考えと、あるいはこれからも含めて、何かご答弁いただけたらと思います鈴木都市計画局長。今、下村委員からご紹介いただきましたように、今回は私も。あのー まあ、俳優が進んでいる簡易縮小これを中心に考えております。ただ今ご紹介いただきましたように、あの山形市、ちょっと山形市は私は承知していませんが、この政策を始める前に、えー、各都市のいろんな状況も確認しました。今先生おっしゃったように富山市であったり、前橋市に、えー、市街地。えー まあ中心市街地の空洞化を防ぐために、ビル等を転用する、住居に転用するための補助金制度というのもあの承知しております。ただ私どもご案内のとおり、持続可能な都市構築プラン、これを作りまして、地域ごとに、例えば都市計画の中で、いろんな政策をとらまえていって、 町の活性化を進めていこうというふうに考えております今年度都市計画マスタープランの中間見直しということで部会も設置することにしております今先生のいただいたご意見等も今後まあポストコロナウィズコロナの中で検討は必要になってくるかというふうに思いますのでしっかりと検討を深めてまいりたいと思います下村委員まあ先般も新聞に載っておりたいです京都の後女子大がいわゆるコロナ対策の関係でいわゆる三人部屋というのは伝統的な大学の考えなどそれを一人部屋の個室 そうしますと、530人が入寮していると、1人、と215人が入れない、まあ、したがって、市内の14施設と、えー、会員宿舎と言いますか、旅館と提携をして、えー、その差額分を大学が補填すると、これは一つの大学だけはそうなんです、えー、京都は大学の町ですから、他の大学も含めてたくさんの数がありますかもしなやはり商業施設の転用も 一つこれから大きく考えていかん,なんと思いますので、その点を含めて、よろしくご検討の方お願いしたいと思います。そこで、先ほど来、ジェラザ委員もご質問されてまして、いわゆるあの地域との、えー、しっかり書面とかなんかで検討してくださるということですが、改めて確認しますけれども、あのー、今、会員宿所、民泊等々では、全体の1割ぐらいしか応援協定しますが、まおぼえ書きは申し込んでられないです。 そこまで至ってないということなんですけども、地域コミュニティ活性化推進条例においても、やはり条例で結んでない提携しているのは7割ぐらいと聞いています、そうしますと、口約束ではなく、どのような形でこれを担保されているのか、併てて再確認の意味でお聞かせいただけますか。島村担当部長 はい、あの宿泊施設から住宅へ転用する事業者に対しまして、えー、居住者に対して地域の活動について説明を行い、えー、居住者が地域活動に参加するよう奨励してもらうことを想定しております。 具体的になんですけれども、まあ、入居者に対しまして、町内会の参加とかいうことを義務付けること自体は困難だと思っておりますので、あの地域によって地域コミュニティの状況も様々でございますし、事業者に対してどのような取り組みを行うか、書面で提出を求めるなど、取り組み内容を確認することを想定しております鈴木都市計画局長。補助の 中にコンサルタント料というのがります、今、まちづくりを担当しているアドバイザーがたくさんおいでですいろんなご提案いただけると思いますので、そういう意味で幅広に私ども検討していきたいなというふうに思います島村委員。まあ、地域コメント活性化の方はいわゆるどこからも負担なく、独自のお金で、えー、そこに立てておられます、今回の場合は転用する場合については、やっぱり市の税金というのは使われますので、その分はその元とと違って、もう少し強めに出られることも可能かと思いますので。 引き続き続その辺はよろしく、地域コミュニティ絆をよろししくお願いします次あの地域公共交通機関における感染拡大防止、云々のところに少し何点かお聞きしたいと思うんですけれども、まずあの国の補助金の方の対象はいいんですけれども、本市独自に支援するもの、先ほどでもタクシー事業者を選んでいただいた、タクシーに乗ったらもう、えー、ほとんどもう3分の2ぐらい休まざる得えないとか、リースレンタルだから持ち出しの方が多いとか、いろんなことあります。 まあ個人の方にお金が入るわけでもないんですけれども、会社が潰れれば、個人の方の生き様は生きるところはありませんから、しっかりとどれほどのえこの会社にとっては、なんていますかな補填になるのか私も理解できませんけども、いずれにしても、そこに火を、光を当てたということは大事ですけどえこの国の政策ではなくて、本市独自に支援するこの3つを選ばれた理由、簡単にご説明いただきたいと思いますけど、はい。西原担当部長 地域公共交通京都は歩く町京都ということで首都と公共交通優先の町づくりをこれまで永遠と続けてまいりましたその中で路線バスそして地域鉄道はもとよりなんですけどもあのタクシーというものはあの市民の皆様が、えー、まあ急ぎのご用事であったりあるいは体調が悪くて通院なさる時とかあのというあの日常のようにまあ供される 公共交交通通とといいうことであの歩くま戦略のの方にもその旨明記いたしておりますあの国の補助基準からは、まあ、今回、外れますけどもあの重要な公共交通ということでやはり本市独自にまあ支援することであの市民の皆様も安全安心にあのご利用いただけるあのそういう対策を講じていただくようあの施したいと思いまして、まあ、今回、独自措置として対応いたしました。 島村委員分かりましたあの地域鉄道の中では永山、えー、鉄道断念ですかこの2つが該当することで永山鉄道に関しては一昨年の9月4日でしたかな台風21号、えー、二の助市原鞍馬間かな50日にわたって、えー、運行はできなかった、まあ、そういった大変な被害を受けてようやく復興したしかしまた新型コロナウイルスでこういったことでの観光、えー、客が来られないということですけど私も生まれて育って えー、定年するまでやはり通学通勤それから生活手段この身近な地域鉄道というものがやはりなくなるということは大変な問題になりますので、えー、こういったところ営団鉄道だけでなく全ての鉄道事業者バス事業者、えー、国ではなく京都市の独自の政策をしっかりと打って頂いただけて庶民、えー、地域の皆さん方の生活の、えー、インフラを守っていただきたいという意味では 本当にこれからも引き続きいろんな形でのコロナ対策として都市計画ではできる範囲のことをしっかりやっていただきたいというふうに要望しておきます以上終わりますはい以上で質疑を通告された方の発言が終了いたしましたこれで都市計画局の審査を終わります理事者ご苦労様でした 次の建設局に対する審査は理事者が入室でき次第始めますのでしばらくこのままでお待ちください。 はいそれでは建設局の審査を行います理事者説明願います今井建設企画部長着席して説明くださいはいありがとうございますそれでは建設局関係の補正予算案につきましてご説明をいたしますお手元の予算特別委員会資料令和2年度7月補正予算の概要建設局分をご覧ください 新型コロナウイルス感染防止対策に万全を期すため、すでに休止した、または休止を決定した事業、および経費の節減に努めた事業を減額補正し、必要な財源の捻出を図るものであり、補正額は総額で2300万円、財源はすべて一般財源でございます。減額をする事業は4件でございます。1件目は、自転車安全利用教育の実施で1615万円を減額いたします。 自転車安全利用教室の開催や各種媒体を通じたルールマナー啓発などにつきまして新型コロナウイルスの感染拡大防止等の観点から主に上半期実施予定分を取りやめるものでございます2件目は公共事業評価で250万円を減額いたします新たな評価手法の導入に向けた調査委託の延期などを行うものでございます3件目は 自転車走行環境整備に伴う効果検証調査で万円を減額いたします整備前後の交通状況比較等の調査を行うものでございますが外出の自粛や公共交通機関の利用の自粛等の影響により正確な検証ができない可能性があるため調査の一部を延期するものでございます。4件目は緑化推進にかかる啓発事業で55万円を減額いたします。 市民の緑化意識の醸成に向けた啓発等につきまして一部を取りやめるものでございます建設局関係の補正予算の概要は以上でございますご審議のほどよろしくお願いいたしますはいそれでは質疑のある方は挙手願いますここで確認のため質疑通告者と順次を申し上げます山津委員岩佐委員通告もあれの方はおられませんか では順次発言を許します。山津委員。山津委員、はい。私からは、えっ、ー、と、この減額分の自転車に関して、えー、関わる部分を少しお伺いしたいと思ってます。 まず、ですね自転車安全利用教室等の実施等も含めたものの後半部分の実施を、まあ、可能性を見越した上での補正だということを聞きましたけれども改めてその後半戦どのように事業を進めていかれるのかかお聞かせ願いますか和田市長。 はいい、えー、ありがとうございますあの自転車安全教室の後半戦でございますあの上半期はあのコロナの関係でちょっと中止せざるを得ない状況でございますが後半につきましては例えば、実技でありますとあの密にならないようにとかあと消毒をしっかりしたりあのそういう形であのコロナ対策を万全にしてあの実施してまいりたいというふうに考えております。いいます山津委員はいまあ、あのそういった 対策を取りながらということですけれども、やはりまあ今後、第2波、第3波といったお話もございますし、どうなるかわからないという中で、ですね先ほど少しあの事業の説明でもありました通り、例えばこの安全教室等が開催できないにしても、やはりあの自転車のある一定の安全ルールであったり、マナー啓発といったところは媒体を使ってというようなお話もございました、その辺でいきますと、やはりあのサイクルネットとかね、されてます。 そのホームページを利用してとていうこともできましょうしやはりあの6月30日に自転車の煽り運転に関する罰則というのがものあのきつく規定されましたのでやはりあの自転車に対する意識もさらに高まってくるでしょうしまたあのコロナ対策の3密を避けるといった上では公共交通の利用も含めてですけどもやはり自転車も注目されてる中でやっぱりしっかりその安全 対策ルール啓発っていうのはやはりどんな形でもしていかないといけないというふうに思ってますやはりあの免許ない乗り物でございますから特に、まあえー、身近な乗り物ですので、えー、まだまだあのルール周知が我流でね理解されてるっていったところもございますのでそのあたりしっかり、えー、ともしこの安全教室等々が開催できないにしましても何らかの形でしっかりと趣旨、えー、対 達成を向けて進めていっていただきたいんですが、そのあたりはいかがでしょうか。和田室長、はい、ありがとうございます。えっと、あの自転車の安全教室、あの非常にあの教育につきましてはあの重要なものかなというふうに我々も考えております。確かにあのこれからあの安全教室、あの万全にあのやっていきたいとは考えておりますが、あのその他につきましてもあの自転車のあのルールマナー。 これを先ほど先生からご紹介いただきましたようにあの煽り運転の罰則ができましたまたあのコロナ対策としてあの自転車の新たに自転車で通勤される方も増えておりますこうした方々に対して適切にあのいろんな形で発信できるよう努めてまいりたいと考えております山津委員。 また誰もがキラキラ気軽に見れるというかあの見る場所にたどり着けるようにまた、市のフェイスブックとか SNS 等も活用しながらですねあの誰もが子どもさんからお年寄りかなりの幅広い年齢の方が利用されるものでございますからそういった発信もまた、そのいろんな年齢層に合わせて情報を取りやすいような形でやっていっていただきたいと思います。 でもう一つ、減額のところには自転車走行環境に伴う効果検証に関しては今回ちょっと取りやめるということでこれはあのこの自転車走行環境のみならずさまざまなあの道路交通の検証であったりそういった部分が、えー 国レベルでもまあ今取りやめになっている中でございますのでそういったところを歩いて理解できます、えー、正確な測定ができないということころでございますのでそこは理解できるんですけども補正額のその補正後の予算で100万円残っているかと思いますこの使い道を教えてください私長 この自転車の走行環境整備の効果検証でございますが、2種類、中身が2つございまして、1つは今、先生おっしゃっていただきましたように、自転車の走行量といいますか、矢羽根を引いたところの状況とか、その辺を確認するものでございます。それににつきましててては今回ちょっと中止させいいただいて来年度に 延期とといいう形を取りたいと思っていますそれからもう1つが100万円の部分なんですが、昨年度の自転車に関する事故のデータ、これの調査といいますか、それをさせていただいております、これは昨年度の調査ものですので、これについては執行したいというふうに考えております。以上でございます山津委員 はいそののの事故の検証もね本当にあの重要なことだとだ思いますそこからまた得られるあの課題であったりまたそれをもとにしたルールマナー啓発っていうのにもつながっていくと思いますのでまあ、あのこの予算取りっていうのはまたそれぞれ別立ての事業かもしれませんけど今回ここに計上されてますこの事業自転車に関する2事業に関しましてはあのリンクしてくる内容だと思いますのでしっかりとあの。 自転車の走行の安心、安全と、まあ、自転車だけじゃなく、そこに取りまくあの、いろんな、ね、車との関わりもあるでしょうし、歩行者のとの関わり等もございますでしょうし、あらゆるところにつな、えー、がっていくことでございますから、しっかりと減額後の授業はあの、先ほども申しました通り、趣旨達成ができるようにです、ね、進めていっていただくことを強く要望して終わります、はい。進行いたします。 岩岩委委員岩沢委員はいでは、私もこの建設局は減額補正が出ておりますが、この自転車安全利用教育の実施、1615万。 これについてお尋ねをします。今山津委員の方からですね、下半期の今後の事業内容についての質疑があったというふうに思いますが、まず私はこの中止をした分ですね、上半期、これについてはどう考えているのかということについて伺いたいと思います。和田市長 はいえー、ありがとうございますあの上半期中止した、まあ、これから中止する事業も含めてでございますが、あのー、基本的に我々のライフステージ別にあのー、教室自転車教室をやっておりまして例えば保育園をいや幼稚園を対象にしたあのー、キックバイク教室というのもかなりやっておりますしあと中学や高校を対象とした座学なんですけれどもそういう教室もやっております。えー、またあのー パパママ教師といいまして、あの子育て世代のお父さん、お母さんへの教室、こういうのをやっておりますが、これを、えー、中止するということでございます。あのーまあ、あの学校の方が、えー、休校ということもありますし、あのそういうこともありまして、まあえーと、しっかりと万全を期した形で下半期やりたいということで、中止をさせていただくものでございます。以上上ででございいます岩委員私が聞いててるのはは下半期ではなくて上半期期なく 中止になった分がありますよね。そこについての補填等は考えているのか、それともこの分はもうないのかということをまずお聞きをしたいということです。私長はい、えー、基本的にはもう中止でございまして、あの補填等はしない予定でございます。岩崎委員はい、あのですね、えー、っと私もあの最近また都民に自転車に乗ることが多くて、宇京区内も以外にも。 走っております今、の自転車環境をずいぶん整備をしていただいているなということが各行政区で矢羽根を含めてあの理解してますし、その点はあの良かったなと思っているんですで、ただし一方で、ですねこの安全対策といいますかその乗る方のマナーについてはなかなかこれはやっぱり治りきってないなというのをすごく感じてますし、えー、特にあの今般はあのデリバリーで。 えー、その、まあ、運ぶ方々が非常に危険運転をされてると、えー、でそれに対しての制御もなかなかないということもあの報道等々でも伺っておるわけですねでやっぱりこの辺のところであの非常に、まあ、これはもうやれなかったんで中止っていうのは致し方ないと思うんですがあのしっかりとその今後の対応としてですね、えー、そういったあの安全に対する 啓発啓蒙もしくは他局との連携京都府警との連携これはさらに強化を含めていただきたいというふうに思ってるんですけどその辺のところ自転車の今のマナーやルールに対するあの態度についてはあのどのような認識を持っていらっしゃるのか伺っておきたいと思います。 はいいありがとうございますあの今あの、現在の、まあ、自転車のルールマナー、どの順守状況、どうかというご質問かと思います。あの先ほどもちょっと述べましたが、まあ、新たにあの通勤を始める方も増えてまいりました、えー、こういう方々に対する、まあ、やっぱりあの啓発といいますか、その辺も重要になってこようと思いますし、また、えー、今、先生からご紹介ありましたように、あのデリバリーであの自転車を使ってあの運ぶと、そういう方々の、まあ、マナーが非常に悪いと。 これはもう新聞とかテレビとかでも結構言われておりまして、あの警察の方京都府警の方でもあの対策に取り組んでいるというところでございます。あの我々もあのこういう事業者に対しまして、安全対策の実施、あの申し入れております。また、我々あのいろんなマナーの冊子とかパンフレットを作成しておりまして、それをもう活用してほしいというふうに申し入れているところです。あの協力させていただくと というお話もさせていただいております。あの事業者でからはもう課題であるということもいただいておりますし、あの本市の冊子も参考に何か考えるというふうにお聞きしております。あのこれからもあのいろんなピンポイントのあの事業者等に対しましても、あの何と言いますか？様々な形であの我々あの啓発啓発していきたいと考えております。以上でございます。はい、山田建設局長えい、いつもありがとうございます。 あの今回、上半期で、えー、取りやめした事業、これにつきましては、えー、大まかに回しますと、外国人向けの観光客向けのフリーペーパー、こういったもの、あるいは、えー、そういった外国人を中心とした多言語冊子、こういったものを基本的に中心しております、このコロナの時代におきまして、やはり公共交通機関のありようが大きく変わってきております。 とりわけ自転車の利用価値、あるいは公共交通機関における自転車の活用の利用、これはあの国レベルでも大きく着目されてまして、国交省におきましても、そういったシェアサイクル、レンタサイクル、あるいは通勤形態における自転車の活用、こういった形もさらに進めていこうというような中身をされております。先生のご指摘を踏まえまえしてこういった基礎になる交通ルールーーマナー あるいは啓発のありよう、これはさらに力を入れていかなあかんと思っておりますので、その点、しっかり取り組んでまいりたいと思います岩井、はい、また常任委員会でお話しさせていただこうと思ってったんですが、昨日国交省からもあのそういった方針が出されました、でこれから第2波、第3波も含めて、ですねやっぱり自転車の利用っていうのは、あの多分あの広がっていくだろうと、今以上にというふうにはあの思っておりますので、ぜ、え、ひ、ー、とも。あの 本当にきちっと乗ってる人はきちっと乗っているので、そこのところをですね、ひっくるめるんではなくて、あのしっかりとその取り組みを、でしともあの建設局の皆さんにはあの進めていただきたいということを最後にお願いをしてえ終わります。よろしくお願いします。終わります。はい。以上で質疑を通告された方の発言が終了いたしました。これで建設局の審査を終わります。リチャーご苦労様でした。 次の教育委員会に対する審査は、理事者が入室でき次第始めますので、しばらくそのままでお待ちください。 どうぞ。 はいそれでは教育委員会の審査を行います理事者説明願います春田総務部長着席して説明ください失礼いたします令和2年7月特別司会に提出しております教育委員会関係議案につきましてご説明申し上げます ま本議案につきましては新型コロナウイルス感染症対策としての学校の ICT 環境の整備の一環として再度の休校に備えて早期に整備する必要のあるタブレット型コンピューターを緊急随意契約により買い入れようとするものでございます随意契約に至った経過ですが3・ 契契約約方法の随意契約の理由をご覧ください括弧12に記載のとおりこの間の臨時休業を通して休校期間中にインターネットを活用した家庭学習の環境の整備が課題となる中国のギガスクール構想の下で進める一人一台端末を休校中の家庭学習で活用するよう通知もなされたところです。こうした中括弧3ですが 今後新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため再度一律学校を休校としなければならない可能性がある中で経済的理由等で ICT 環境を準備できない家庭や小学校第6学年および中学校第3学年の児童生徒用としてインターネット学習環境を最優先にあ優先的に整備するため タブレット型コンピューターを緊急に調達する必要がございます一方で議二ページの括弧4括弧五ですが本件のように多数の情報通信機器を調達する場合全国的な情報通信機器の需要の増加を受けて託殺事業者の決定から納品までに約三ヶ月を要すると見込まれる状況でございますまた本件は特定調達契約 WTO 案件に該当いたしますので 競争入札に必要な手続きを経た場合原則40日の広告および3日間の入札期間を経る必要があることから落札事業者の決定は令和2年8月以降となり納期は11月以降とせざるを得ない状況があり加えて今後の需要の増加によってはさらに納品までに時間を要する可能性があるため地方自治法の規定を適用し随時契約を締結しようとするものでございます。 1概要の「括弧に調達内容をご覧ください経済的理由等で ICT 環境を準備できない家庭用として」「括弧あの単独でインターネットへ接続,接続する機能を有する l t e w i f i 対応のタブレット型コンピューターを1万5,000台小学校第6学年中学校第3学年用として「括弧 E」の Wi-Fi 対応のタブレット型コンピューターを2万台調達いたします2履行期限につきついては9月4日としておりその後本市で使用するにあたっての設定作業を実施した上で学校へは令和2年9月中に配備する予定でございます議2ページの4契約金額5契約の相手方でございますが予定額の約8割となる約12億9千万円で スカイ株式会社となります議第78号についての説明は以上でございます続いて議第74号令和2年度京都出版会計補正予算の教育委員会所管部分についてご説明申し上げます別に配布させていただいております資料をご覧ください今回の補正予算につきましてはまず増額補正として 学校再開にあたって必要となる人的体制の整備ギガスクール構想のさらなる推進その他諸,諸般の環境整備を行うための経費50億円余りを計上するとともに新型コロナウイルスの影響でやむなく中止または延期を決定した事業にかかる減額補正として3億3800万円を計上しております。まず1 学学校再開にに伴う学習保障等ののための人的体制整備についてて億 8, 万円を計上しております臨時休業による学習の遅れを取り戻すとともに一人一人の定着度に応じたきめ細かな支援を行うため政府の第2次補正予算による文部科学省補助を活用し学習指導員等を学校幼稚園の規模に応じて2名から3名追加で配置しようとするものです。 さらに、感染症対策等で増加する教職員の負担を軽減する公務支援員についても当初予算で110校程度に配置しているところですが残る150校円程度にも追加配置しようとするものです。またすでに4月から任用している非常勤講師及,及び公務支援員について長期休業期間の短縮に伴って任用期間の延長を行うための経費についても計上しています。 2ページをご覧ください。2学校園の感染症予防対策をはじめ関連する学習環境整備について7億5,900万円を計上しております。こちらも政府の第2次補正予算で新たに創設された文部科学省補助を活用し各学校幼稚園で感染症予防対策をはじめ関連する学習環境整備について学校幼稚園の状況及び規模に応じて 校長延長の判断で迅速かつ柔軟に必要物品等を調達するための予算を確保しようとするものです積算内訳については括弧1に記載のとおりです次に3ギガスクール構想の早期実現について31億円を計上しております3ページをご覧くださいまず括弧1一部端末の先行調達に関連する経費でございます 現在5月補正において小中学校全児童生徒数の3分の2にあたる約6万台の端末整備分の予算をいただいておりますがインターネット環境がない PC 端末がないといった家庭に対して臨時休業等の緊急時に対応することを想定して整備する端末1.5万台と小学校6年生中学校3年生へ優先して配備することを想定して整備する端末2万台 合わせて3.5万台について先ほど議案をご説明させていただいたとおり緊急随意契約を行うものでありますがこれに伴って必要となるさまざまな環境整備を行おうとするものです。具体的には丸1端末の初期設定等を行う GIGA スクールサポーターの配置2家庭への端末対応を想定した LTE 対応端末で使用する SIM カードの購入 3有害サイトへのアクセス制限等のフィルタリング対策4ネットワーク環境がない家庭に端末を貸与する際の通信費の公費負担の4点で計2億6700万円でございます次に括弧に児童生徒1人1台端末の実現及び今後の活用に必要となる経費でございます今回政府の第2次補正予算により 地方創生臨時交付金が増額措置されることを踏まえ5月補正に計上しなかった児童・生徒用の残る3分の1分の約3万台および教,職員教員用と予備の端末の合わせて約4.2万台分を整備するとともに全体で合計10万台を超えるパソコン端末が円滑に本格稼働できるよう 必要ととなるる環境整備を行う行おううすすものです具体的には1児童生徒用3万台及び教員用予備1.2万台の端末整備に端末の初期設定等を行う g i g a ールサポーターの配置3学校から外部インターネットに接続する回線の増強分散化4児童生徒用アカウントを作成管理するシステムの構築5 遠隔学習でも活用可能な高精細な大型提示装置の全普通教室への整備の5点で計28億3300万円でございます4ページをご覧ください4家庭学習支援及びオンライン教職員研修実施のための環境整備について1億2900万円を計上しております再度の臨時休業が必要となった際 学校幼稚園が作成した動画教材コンテンツを各家庭向けに配信できるよう既存の教職員向けサイトである総合教材ポータルサイトを全面リニューアルし十分な動画配信量に対応した外部からもつながるサイトとして新たに構築しようとするものですまた今回新たに整備するサイトの活用等を通してオンラインでの教職員研修の実施や 研修動画の積極的な配信 ICT を活用した各学校園への指導助言を可能にしウィズ・コロナ時代の中でもより効果的効率的な教職員研修を実施してまいります次に5青少年科学センタープラネタリウムの感染症防止対策について400万円を計上しております危機,変危機更新や設備工事のために昨年12月から投影を休止しております 青少年科学センタープラネタリウムについてこの間利用再開に向けた準備を進めているところですが特にプラネタリウムは密閉性の高い空間であるとともに空調機器の老朽化により換気と冷房を同時に十分に行うことが困難であることから感染予防対策に万全を期すため換気設備等を新たに整備しようとするものでございます。当初プラネタリウムは 7月中旬から利用を再開する予定でしたが本予算に係る換気対策を行った後秋ごろにリニューアルオープンを予定しています。最後に6令和2年度当初予算の見直しとして3億3800万円の減額補正を計上しております新型コロナウイルス感染症の影響によりやむなく事業を中止縮小等をする場合に不要となる経費を減額補正しようとするものでございます。 厳格補正する事業の詳細については別点に一覧を添付しております説明は以上でございますご審議のほどよろしくお願いいたしますはいそれでは質疑のある方は挙手願いますはいここで確認のため質疑通告者と順序を申し上げます桜井委員樋口委員兵道委員中野委員 上谷委員、井上委員、久保田委員、通告漏れの方はおられませんか。はい、それでは、順次発言を許します。櫻井委員。櫻井委員。よろしくお願いします。えっと。 学校園の感染症予防対策をはじめ、関連する学習環境整備、7億5900万円、計上されておりますけれども、この予算については、国の第二次補正予算において、文部科学省の制度として創設された事業でありまして、これについてですね、各学校に今もご説明ありましたけれども、措置される予算額でございますが、 講習ごとに異なるということ、同一講習の中では、えー、児童・生徒の数によって異なるということでありますけれども、改めて、あのこの京都市内の、えー、と内訳、学校に交付される予算の内訳、講習ごとにどのようになっていますか、簡単で結構でございますので、ご説明ください有沢総務部担当部長。 ご質問のありました学校のうちについてでございますが、例えば小中学校では児童生徒数が300人以下の小規模校が1校200万円で91校、また301人から500人の中規模校が1校300万円で78校、500人以上の大規模校が400万円で65校ございます。その他のの他大規模校校といたしましまてはは高等学校では人以上の の学校が1校校万円ででといいう状況でございます桜井委員、ま、学校に交付されるあの予算としてはあの、かなりボリュームのある内容ではないかというふうに考えます、それで、この今言いますと200万、300万、400万、あるいは高校だは500万というところでありますけどね、この予算でございますけどまずどんな目的で、ま、使用できるものなのかということですね。 でえー、何にお金をかけるかというのはその目的の趣旨に沿っていればいって校長先生の判断でその予算が執行できるのかということそれから今も申しましたり二り200万、400万、えーえー、っと300万ですかね結構あのボリュームがあるんですけれども、まあ、これ例えば校長先生が校長先生の判断で一回でドーンとこう400万そのもの全額執行できるのかあるいはいってそこに 何らかの制限があるのか、そのあたりはいかがでございますか有沢担当部長、はい、あの今、近からご質問のございましたあの、どのような目的があったのか、またあの、校長裁量での執行等につきましてでございますが、まず、あのえ幼稚園につきましては、補助制度が異なりますが、え小中高校し、総合支援学校につきましては、え学校における感染症対策、対策また、児童生徒の学習保障のために必要となる、 物品調達などさまざまな経費につきまして学校の条項に応じて校長採用により迅速かつ柔軟に執行できる予算とされているところでございますまた執行できる上限金額等につきましては本市の規定によりまして物品購入の場合ですと1件40万円でまた修繕の場合につきましては1件50万円で校長の権限で執行することが可能とそういった状況でございます桜井委員 えっとそうしますと、校長先生は一定40万円あるいは50万円というふうに制限があるということなんですけれども、ただ、結果として400万円ですね、多いところで400万円あるいは500万措置されるわけでありますけれども、各校において、いわゆるその感染症対策、あるいは学習環境、充実のために学校のニーズに沿ってあの活用できるような、そんな予算の内容になっているのかということですよね。具体的に その予算対象事業の中身ですね、どんなものに活用できるのか、あるいはどんな事業は活用できひんのか、まあ、そういったところがあればご説明ください有沢担当部長対象事業につきましての具体的な内容についてございますが、まあ、具体的な活用方法としましては、消毒液の保険衛生用品のほか、 例えば扇風機でありますとかサーキュレーター等のですね換気対策に必要な物品のニーズが高いと聞いているところでございましてまた、消耗品や備品の購入以外の品目にも活用できるため今後は学校休暇を進めていく中で例えば学校行事を広い会場で行うための会場使用料等につきましても幅広く活用が可能と考えているところでございます一方、今回の文部科学省の補助要項等におきましては えー、光熱、水費、また電話代。それから謝礼等の人件費、またあの施設のあの大規模な改修につきましては、活用できないとされているところでございます。桜井。あの、今の答えにもありました、えー、大規模な改修はこの経費は作ったらだめよと。とただ備品購入は可能やと言うんですけどね。あの、例えばあの教室での生徒さんの？ あの熱中症対策なんかでねあの特別教室のエアコンの設置とかあるいはあのまあここでもやってるんですけどまあ当然学校授業の中でも換気をした時に虫除けなんかするための雨ドの設置とかねあのこの辺のことについては実は私自身が PTA の,の会合なんかに出るとまああの保護者からもそんなふうな 要望を受けたまっていてい事前に実はあの局委員会の方に対してもあのそのあたりどうなのかと文部省の方に文科省の方にに、まあ、確認というか要望とか,いうか、ね、あのそういうことをお願いしたいということで申し入れもさせていただいたんですけれどもあのどうでしょうね。あの文科省にに対対して授業対象となるように あの要望していただいたのか、あるいはこの確認していただいたのか、特にあの特別教室なんかのエアコンの設置、このあたりはいかがでございますか有沢担当部長はいあのエアコン、また網戸の設置の可否についてでございますが、こうした設置につきましては、備品購入ではなくて、施設の小規模な修繕と。 ということになりますあの当初、ですね文部科学省から示されました、えー、補助要項及び Q&A につきましては、えー、こうしたあの備品ではない小規模な修繕につきまして、あのー、その補助対象であるかどうか、明確でなかったため、あの桜井議員からの問い合わせをいただいたこともありまして、この間の文部科学省のにあに、あのその見解を繰り返し、問い合わせをさせていただいたところでございます。えー、そうした中、あの7月1日付で、えー、追加の Q&A が各自治体の方に通知されまして、 小規模な修繕につきまして補助対象ということでこうしたエアコンやアミドの設置につめた対象ということになるというふうに考えております佐倉委員そうしますと今のご答弁で言うとエアコン OK それからアミド OK ということで改めて確認をさせていただきますそういうことであればこうやって400万200万300万現場に交付していただくということであれば非常に私は まあ、あの活用の幅っていうんですかね、これはこの予算については広がっていくんじゃないかなというふうに思います。あの7月の10日に、まあ、あのこの予算あの期結を経てということになるんですけれども、交付されるということでございますから、今の話でいくと、あの特にあのエアコンなんていうのは、熱中症対策ですよね、あのそれと3密対策の中で、非常にあの子どもたちにとっても大事な設備であると思います。まあ 前期この1ヶ月中の設置はなかなかしんどいのかなと思うんですけども先般もう確認しますと中学で夏休みが大体10日ぐらい短くなるんでまあ8月中に2学期が始まるんであればできればそこスピード感を持ってこのエアコンこの予算を活用したエアコン設置というのはぜひ取り組んでいただけるような大切な課題じゃないかなという,ふうに思うんでねそうしますとここでしっかりと教育委員会と それから学校現場、校長先生、ここ、コミュニケーションをしっかり取っていただいて、であのこの予算の,あの執行も早くしていただくということ、で逆にあの現場からもおそらくまあこの予算に関して、この後もいろいろとあの質問問、い合わせ等あると思うんで、まあ、そういう声もしっかりと拾い上げていただいて、現場の声を今度は国に対して、文科省に対してもしっかり申し入れをしていただきたいと、まあ、そんなふうに思うんですけど、いかがでございますか。 有沢担当部長、あの議員ご意見のとおりですね、しっかりあの学校現場と連携して進めていく必要があるかと思っております。であの既にあの各校種のあの校長官に対しまして、あの補助金などの概要とともにまたあの本予算をですね一定見越して各学校にあの先に配分されている予算の中から 緊急に必要なものは購入していいということを説明をさせていただいているところでございます。今回の,あの補正予算をご記限いただきましたら、スピー余って持って速やかに確保に対しまして、経費を配分しまして、あの教育委員会からも活用等につきまして、またあの積極的に情報発信し、確保の,の状況に応じて、本当にあの真に必要な経費に活用されるようあの積極的に働きかけてまいりたいと、このように思っているところでございます。桜井委員 あのぜひ有効に活用していただきたいというふうに思います、それと最後にあのギガスクール構想について、1点だけ、えー、とお尋ねします、あの5月の司会補正予算でも質疑させていただきましたけれども、あの残り、その時は6万台分、えー、26億ぐらいの予算でしたで、残りの3分の1についても今回、予算化をしていただいたということで、これは非常に あの素早いあのスピード感を持った対応であるというふうに私も評価をさせていただいているところでありますけれどもただ一つ非常に懸念するところがあってこういういわゆるあの本市の ICT 化、IT 化についてはねあの現状別の局でまあ大きなプロジェクトを抱えておられてこれが非常にあの窮地というかピンチにあの非常に苦戦を されているこれご存知だと思いますどういうものかね。で何が大事かって言ったらまこういう大きな私もその I.T. とか IT というとか専門家じゃないんであの若干思いつきでものを言わ言っているところは非常に申し訳なく思うんですけれども。 やっぱり司令塔がしっかりしてへんかったらあかんし司令塔といってもその技術とかいわゆる知識 IT 知識とかそういうところがしっかり精通している人が司令塔にならなあかんと思うしであのさっきも原田部長からあのご説明をやったんですけど今度は先行の分が十何億ですね、これ非常に大きなお金で。 で今回31億、前回26億やから57億ぐらいのお金を境にあの、このプロジェクトを進めていく、このギガスクールのこれを進めていくにあたっては、私は教育委員会として失敗を許されへんと思うんですけれども、その辺の進め方について、最後にあのどういう取り組みをしてはんのか、そのご決意を聞いて終わりたいと思います。有沢担当部長 議員ご心配いただいてますごいただいてます、まず専門家の活用についてでございますが、ネットワーク整備業者でありますとか、また端末調達契約の受託者と、多くの ICT 関連事業者と関わっていることになりますが、全体として、こうした多額の経費を投じながら、円滑に進めていくには、今年度予算措置をいただきまして、保守経費を削減する仕組みでありますとか、また、 安定的なネットワーク環境の構築など ICT 環境の研修についての専門のコンサルタントの方にも参加いただきまして効果的な ICT 環境の管理運用につきましてご助言をいただいているところでございまして引き続きご意見いただきながら進めてまいりたいとこのように思っておりますま。 あの担当部長を設置しまして推進体制を強化したところでございましたまた、併わせてソフト面につきましてもオンライン学習の推進のために4月に教育委員会内に各横断のプロジェクトチームを設置しまして家庭で活用できるインターネットの学習コンテンツでありますとかまた各校のオンライン学習の事例を 紹介する指導資料を発信するとともに、またスキル向上のための教職員研修の充実に取り組んでいるところでございます。今後ともこうしたハード面、ソフト面、両面の整備を進めまして ICT を基盤とした教育の充実、しっかり努めてまいりたいとこのように思っておりますはい進行いたします。日口委員 えっと、初めに、えー、学校の再開について少しお、えー、話を聞きたいと思います質問をしたいと思いますけれども、まあ、学校が再開をされまして教室は従来の人数のままで、まあ、小中学校、高校と授業が行われているという状況であります。で今回の補正予算では 学習保障等のののための人的体制整備とといいうことで10億円の予算が計上をされています内容は先ほど少しご説明ありましたけれども学習指導員等を学校に配置する公務支援員を配置する加えて京都市全体で非常勤講師は30人増員をするということもお聞きもしています。 まあこうしたここととはね大事なだそれで十分なのかといえばそうにはならないなというのも実感としてあります長期間の休校に伴って子どもはさまざまな不安やストレスを抱えているで休校期間中の家庭での学習に関してもしっかりと取り組めた。 えー、子供もいいればなななかかか勉強が手につかないこういした子どもたちにきめ細かく対応するためにもまた感染予防のためにソー,ソーシャルディスタンスを取るということのためにも20人程度の学級にすることがまあ必要だというふうに考えますけどもいかがでしょうか。 春田総務部長。あの今、先生から20人学級程度のというような、目指すべきだというようなお話がございましたけれども。 あの今回の補正予算で、私どもといたしましては、この緊急的な状況の中で、国の方からしっかりと予算をつけていただいたというふうに考えておりまして、この予算をいかに有効に使っていくのかということが、私どもの一番大事な責任であると、このように考えているところでございます。今学学級ののお話がございましたが現時点でも国の学級編成基準 1>, 1年生では35人学級ということで、2年生はまだその法制化もされていないという状況でございます。あの今後、私どももいろいろな要望を重ねながら定員、教職員定数の充実については進めているところでございますけれども、20人学級ということになりますと、今はまだ35人もなかなか進まないという状況でございまして。 これは35人から次30人というような形でいろいろな自治体の先行事例もございますけどもそうした一つ一つをきちっと学習効果も検証しながら進めていくことが必要であろうと思いますけども私どもといたしましては。 20人学級を早急に実現していくというようなことは財政的にもなかなか厳しいというふうに考えております。またそれそれにつきましては国の方がしっかりと対応していくべきもまあ対応していくべきものというふうに考えております。引き続きが教職員定数の充実につきましては国の方へ強く要望してまいりたいと考えております。以上でございます。樋口委員、えっと今のお話。 を聞いていましたら、まあ、国の方にはね、えー、充実を要望していっている、まあ、これからも要望していきたいというお話ありました、ですから、まあ、財政的にはなかなか厳しい、あの京都しも厳しいから、今すぐには取り入れられないけれども、やはりこうした、今こういう時期だからこそ、そのまあ、20人がすぐに実現するかどうか別にして、20人、あるいは30人、こういうクラスの人数を、 取り入れるという考え方そのものは、やはり目指すべき方向だということは確認をしてよろしいでしょうか春田総務長あのクラス数をできるだけ少なくしていくということが、教育効果があるのかどうかということにつきましては、いろいろなあのあの費用対効果も含めて、どうなんだという議論があるところでございますが、私どもといたしましては、先生方のいろいろな、あの 一人一人の子どもたちをきめ細かく指導する上で教職員提出の充実は欠かせないものであるとうに考えておりますしかしながら例えば今京都市独自で小学校の3中学校3年生の30人学級をしておりますけれどもこれを全ての学年で30人学級やっていくということになりますとおよそ73億円の 巨額の費用が経費が毎年かかってくるという現実的なこともございますですからやはりあのきちっと、えー、毎年毎年要望しながらこの間かなり教職員定数も充実してきて京都市の先生方1人当たりの 児童生徒数につきましては、指定都市でも上から2番目ということで、かなり先生方の数も充実しきているところでございますので、こうした京都市の今の現状といいますと、指定都市からすればトップ水準になるというふうに考えております。引き続き、こうした取り組みを継続しながら、国の方へも要望いたしまして、教職員定数の確保に努めてまいりたいと考えております。以上でございます日口委員あのや えと多分あの私と思いとあの合っているのではないかなと思いながら今ねお話聞いていたんです少し長く説明されましたけども、まあ、国に定数の,あの拡充をね要望もされている実際に中学校3年生では30年学級もされているですからそういうものを、えー、だから目指していくというところでは 同じ思いだというふうに今、そこだけは確認をしたいんです、だからなかなか今、全部でやろうと思ったら73億円必要だと、それすぐにできませんと、まあ、それも分かりました、ただ,だ、それは結局そういう方向はやはり、在り方としてはそういう方向を目指していくんだというところでは一致しているということを確認はしたいんですけれども、いかがですか。春田総務長 私どもも各自治体、指定都市こぞって教職員提出の拡充、また今、現行で進めております三35人学級のすべての学年への移行についても要望しているところでございますので、あの方向性としてはあの少人数学級編成にが少しでも進むようにという思いでございます。以上でございます樋口委員、はいまあ、それに加えて今やはりコロナの状況が 今あるというのはもう一つプラスアルファというかかなり大きな要素を占めている先ほど私もソーシャルディスタンスの話しましたそのソーシャルディスタンスの考え方で言ってもこれ文部科学省が1メー,ター2メー,タークラスで今日あの間隔空けようと思ったら、まあ、20人程度ぐらいでしょうねというこれ、えー、示して えー、この衛生管理マニュアルに示されているまた、えー、子どもたちが今ストレスを大変抱えているという状況もこれは国立生育医療研究センターというところがコロナ子どもアンケートというのを取ってみましたら小中高生の75%が何らかのストレス反応症状が見られた。 その中では寝つけないとか夜中に目が覚めるとか集中できないコロナのことを考えると嫌な気持ちになるまあこういったことをまあ国の機関が示している京都市の学校の現場の先生たちから話も聞いていますけれどもしんどいと言ってね泣き出す子どもたちがクラスの中で23人突然出てくる。 あるいは7時間授業ということを聞いただけでも,もう学校に行きたくないこういう声を子どもたちが出している保健室に行く子どもが多いこれはいつもとは全く違っている状況だこんなお話をね先生たちからお聞きしているこういったコロナの特別な状況がありますからぜひともねこの今の特別な状況に対する対策この 将来的にどうという話もではなくて今すぐにできることを本当に取り組んでいただきたいというふうに考えていますあのもう一つギガスクール構想のタブレット端末の購入についてお聞きしますけれども先ほどもう少し議論がありました5月補正で昭和中学校の生徒数の3分の2に当たる6万台で今回で 3分の1プラスアルファの4万台で、まあ、今回あ 18, 18億7600万円とただしこれ5月補正の時とは少し違いがありますね5月補正の際にはこれ他に使いようのない補助金としてこの、えー、タブレット端末の購入費が補助金が来ていた今回は京都市の裁量でコロナ対策全般に使える 臨時交付金を使ってこの18億7,600万円というお金が計上されていますしそれ以外にもタブレット購入だけじゃなくてタブレット端末の周辺整備ですとか大型テレビの購入こういったところで28億円の予算が計上されている。私ね他のコロナ対策に優先をさせて 行うようなものではないのではないかなというふうに感じるんですね先生の増員今言われていた先生の増員ですとか学校施設整備の充実ここにこそまずは使うべきと考えますけどもいかがでしょうか有沢担当部長 この度ですね、7月補正の方で計上させていただきました、ギガスクールにかかります経費についてでございますが、まず、6万台、5月補正で計上いただきました6万台の端末のうち、臨時休業とまあ緊急に。 家庭への貸し出しを想定して整備する端末と、また小学6年生、また中学3年生の配備を想定しまして、国の方からの6月5日付の通知で緊急に配備する必要があるということで言われました、これら端末3.5万台を先行。 調達することで必要となります端末の初期設定でありますとかまた通信補助またその使用にかかります有害サイトへの悪ス制限等の設定費としてこの度計上をしたところでございますまたあのさらにあの国におきましてはあの児童・生徒の ICT 環境を一刻も早く整えることが必要であるとしまして交付税措置の3分の1の端末につきましても 国におきましては、令和4年度までに整備されとされている中、この度国の第二次補正予算のほうで、交付金がさらに増加されるため、これを活用しまして、一人一台端末を実現しまして、今年度の通信ネットワークの整備の完了と合わせまして、次年度からの本格稼働を進めてまいりたいと、このように考えているところでございます日口委員あの、聞いていることと答えていること、全く違いますよ。 優先順位がどうでですすかと聞いてるんですよあの先ほどね、えー、やはり今あ今じゃな従来から少人数学級は必要だということで国にも要望しているそして今このコロナの状況の中でまさに今少人数学級が求められているあるいは学校の施設整備、まあ、今回も施設整備の方先ほど少数繕のところではねお金 えー、学校にも配分,、えー、配分されてるって話ありましたけれどもそれでは十分,のか十分なのかといったら私そうじゃない費用がいろいろかかってくると思います例えばお話をお聞きしていたらね給食の前にせあの子どもたちが手を洗う蛇口本当に少なくてねもう長蛇の列ができてしまってな長い時間そこで待たないといけないクラスの中で一生懸命目、ね、3密避けようなんて言ってるんだけれども給食の前の時間にもそこにずらー あと子どもたちが並んでいる、蛇口が足らな足りない、こういったところなんか本当にすぐにでもね改善をしなければいけないと思うんですよ。だそういったことを考えたときにこの今回の、えー、交付金臨時交付金を使ってタブレット端末を買うことがコロナ対策として最優先なのですか？違うんじゃないですか？ということを聞いてるんです。 春田総務部長この,このギガスクールの整備につきましては、重要なコロナ対策の一環であるというふうに理解しているところでございまして、やはりあの各臨時休業とあの議案での説明にも書いておりますように、今後、休業があったときに、子どもたちのやはり、 学習保障しっかりしていかなければならないということで、国の方針にも従いまして、早急に整備するということで、国の方も臨時交付金を充ててよいというようなことで、7月補正で私どももあの整,備して整備に進めたいということで、お願いしているものでございます。ままたた人的な部分ににつきししては先ほど申し上げたように 各学校、それぞれご苦労いただいておりますので、学習支援、また公務支援をしっかり国の10割の,この予算を、国補助の予算をしっかり活用させていただきまして、コロナ対策をしっかりやっていきたいというふうに考えているところでございますので、あのギガスクール構想もしっかりと、もともと進めていくべき計画のものが、いろいろと、 国本市の財政負担が非常に厳しい事業ではございましたけれども、このコロナの中でしっかりと子どもたちの学習保障をしていくという観点から、臨時交付金もしっかりと活用できるように、国の方で制度を作っていただいたいと考えておりますので、ギガスクール構想を含めまして、しっかりと学校現場のコロナ対策について。 えー、しっかり進めてまいりたいとこのように考えているところでございます以上でございます樋口委員1点だけあのそのそタブレット端末の購入に関してあの確かめたいんですけれどもこれ3年か4年ぐらいにはまあ、買い替えないといけないというふうに言われているタ,ルタブレット端末そのものをねその際にやっぱりまた40億とか50億とかかかってくるわけですねそれは、えー、っと国の方で きちんと措置をされるということになっているんでしょうか有沢担当部長。こうした議員からご指摘いただきました端末の更新経費につきましては、今現在、国のほ、ね、あに財政的支援をいただくようにです、ね、要望しているところでございます。日口 結局だから今の段階では国は措置するって言ってないんですよねだから全額全額あの京都市が持たないといけないなんてことにもなりかねない話でありますまた今回 WTO 案件ではないけれども随意契約ないから随意契約であるけれども大阪の業者に頼むここにもね私ね非常に疑問があるわけですこれ随意契約なんですから私は京都市内の業者から 購入するのが当然だと思いますし、ぜひとも、ね、そういったことを今後は考えていってい,いただきたい、以上です、はい、質疑の途中ですが、1時間を警戒いたしましたので、ただいまから換気を行いままますしばらくそのままでお待ち願います。 はい、それでは引き続き質疑を行います。兵藤委員。兵藤委員。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、まず私の方から初めにですね、えっ、ー、と、学校再開に伴う、学習保障の。 等のための人的体制整備についいいてお伺いいたしますあの学習指導員え約2名から3名の追加とあと公務支援150項円の,あの追加ということで現在あの予算組まれているんですけどもあの気になるのがですねあの募集のホームページ市の,あの教育委員会の見、ま、拝見をしてるんですけどもあの集まり具合が非常に心配でして実際その何人募集全体の中でしてる中でどのぐらい現在 あの応募があるのか、そしてあの完全にそれが配置される目安がどのぐらいか、あの初めに教えていただけますでしょうか。春田総務部長。えと現在、学習指導員と、また公務支援の募集をしておるところでございますけれども。 現時点で約160名程度の募集応募があるところでございます。あの引き続きあの募集をしていきまして、あの順次面接をしながら配置してまいりたいと考えているところでございます。あの公務支援等につきましてもあのしっかりと、えー、配置をしていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます はい、160名の、えー、人数が応募があったということで、これは何人中で160名ですか、あと、公務司委員は今おあの、人数を教えていただけなかったんですけれども、ほぼほぼあの募集があるのでしょうか、応募があるのでしょうか。春田総務部長失礼いたしましま あの今、学習指導員は、えー、なかなかまだ非常勤講師ということでございますけれども、30名程度の、はい、募集というところでございます。公務支援につきまして150名の えー、応募を考えているところでございますけれども現在116名程度集まってきているという状況でございます、まあ、非常勤講師、まあ、あの学習支援についてでございますけれどもあの免許証が教員免許が必要ということでございますけれどもあの今後あの上、常、え、勤、ー、今退職された先生でありますとかまたはあの採用試験を受験された方たちにもあの この間、えー、情報を提供いたしまして、えー、応募していただけるように働きかけているところで、えー、ございますあの。引き続き確保に努めてまいりたいと考えております。兵道委員、はい、ありがとうございます。あの、十八、十億八千六百万という非常に大きな金額でもありますしあの。きめ細やかな支援をこれからしっかりやっていくということですので、ぜひあの充実した事業をしていただきたいと思っております、ね。よろしくお願いいたします。 続きままししててて、えー、ギガスクール構想の早期実現についいいおお伺いしたいと思っております、あのー、これにつきましては先ほど何人かのご委員の方からの質疑等もありまして、あのー、導入についてのお話を聞いてるんですけれどもまずこれは導入が非常に急がれることだと思っておりまして、あのー、タイムスケジュールをあの資料としていただいたんですけどもあの9月の段階でほぼほぼその端末を各校に配置をしていきたいということで、あのー、教えていただいてるんですけども まずその端末につきましては配置できてもですねやっぱり一番大事な稼働ができるかどうかということになると思うんですがあのいわゆる端末ゾーンに加えましてこのインターネットのアクセスポイントの整備ですとかそういったものを含めた稼働が実際にこの9月に一緒にできるのかどうかあの教えていただけますでしょうか有沢担当部長。 今あのご質問いただきましたあのパソコン端末をですね整備した後その後実際にど使えるのかどうかということでございますがまずパソコン端末自体は物品を購入しましてその後の初期設定等必要でございます今回は GEGA スクールサポーターということで予算を計上いただいてますのでそちらの方で業務委託をしましてそうした初期設定を行ったりそれからま今回の予算計上させていただいているフィルタリングサービス の利用、まあ、これによりまして、実際貸し出ったとですね。優雅サイトとあの制限するような形の設定をきちっと行っていくということがまず、あの貸し出しの際の必要なものであると、このように考えているところでございます。共同委員。はい、ありがとうございます。あのまあ、この第2波に備えたあの体制として、私は非常にこれは有効だと思っておるんですけども。あのこれ、次のそのいわゆるあの予算にも関わってきてしまいますが。 あのこの整備によっていわゆるオンライン学習がですね実際にこのあの導入した後その今おっしゃったそのいわゆるネット環境も整備をした後にあのに稼働が本当にそのネットオンライン事業としても確立ができるのかどうかというか非常に心配になっていることが1点とですねもう1つはあの先ほどもお話がありましたけども私がこの中で気になっているのはあの導入した後のアフターサービスのほが気になっていまして。 あの先ほど何年かで買い替えという話がありましたけど買い替えではなくて1年、2年使っている間にいわゆる更新をしたりそういうあの必要なことが出てくると思うんですがそういったものどのようにされている予定になっているのか教えていただけますでしょうか。有沢担当部長、はい、あのまずあの ネットワークオンライン授業とにも伴いますあの学校のネットワーク環境についてでございますがまずあの、えー、現行の中でもあの現在各校の中では50代までがあのテレビ会議等ですねできるような、えー、状況でございましてまたあのインターネットの接続の方もあの150台程度はあの稼働できる、まあ、そうした今現行でもあのそういったことでございます。であの、えー 昨年度の2月の補正で、えー、校内ネットワークの整備の予算を計上いただいてまして、現在あの、その整備に進めているところでございますが、この8月からです、ね、順次あの、今現在、の事前調査を行っておりまして、で8月以降は順次工事を進めていくことになりますので、工事が進む卒の学校からですべ、ね、ての端末が確保で動くような形というのが順次進められるということでございます。共同委員 ありがとうございますそうしましたら、8月以降、9月の配置したときにです、ね、いわゆるコロナの第2波とか来てしまったときに、その学校で、いわゆるそこで授業の体制を、この大型のディスプレイも含めて始めて、それを生徒さんにこう学習としていくということが、一応、形としては可能性があるということで、解釈してよろしいですか。有沢担当部長 あの現在の,あの大型ディスプレイにつきましても、稼働はできますので、そちらの方を使用するということで、今回、7月補正であの計上されていただいてます大型低掃除、大型ディスプレイの方も、またあの整備を行いまして、またこの年中にあの更新等を進めていきたいと、このように考えているところでございます。委員はいいそうしましまたたちょっと私が来たかったですそののわゆる あの9月の配置が終わって、その時にあによく言われているそのオンライン授業、完全ではないにしても、今までの KBS 使ったり、いろいろしていただいたと思うんですが、そういった形で、第2波、第3波とかした時にあに、オンラインをしていく方向がしっかりとあの今の段階でも見通しがついているかということだけ教えていただきたいと思うんです有沢担当部長。はいあのあの、えー ハード面につきましては、そのような形で進めていきたいと思っております。あの、今後またあのしっかりとあの整備を進めていきたいとこのように考えております。兵藤委員、はい、ありがとうございます。あの期待しておりますので、ぜひそれはお願いしたいと思っております。ちょっとお時間がありませんので、あの最後に1点だけ、あの青少年科学センターのプラネタリウムのことをお聞きしたいと思っております。あの、先ほどもあの何人かのご答弁ありました。最初の質問であの？ 説明でいただきましたがこの7月の19日にオープン予定だったと思うんですけれどもあのコロナ対策でこの換気関係の整備をされるということなんですがそもそもこのプラネタリウムというのは非常に席が密着をしてまして。 あの見るというか、人が完全に入ったらもう3密どころではない詐欺だと思うんですが、あの座席配置とか、そういう動員する人数制限とか、そういったものの対策はどう考えているかということと、あと入り口でのいわゆる検温ですとか、手指消毒、そういったものの対策はどこまでお考えか、教えていいいたただきたいと思います、はい、三宅青少年科学センター事務局長。 失礼いたします。えっと議員ご指摘のとおり密閉性の高いプラネタリウムドームでございます。えま、現在の定員が180名の定員でございます。え、感染拡大予防ガイドラインというのがございまして、そのの指示に基づきまして、入場定員の削減ということでえ、半分の90人。 に、えー、させていただこうと考えているところでございます。で、座席につきましては、まあ一席ずつ開けることによって、えー、ソーシャルディスランタンス一メートルを確保してまいりたいというふうに考えているところでございます。えー、また、えー、入っていただく、えー、観覧車におかれましては、えー、まず、えー、マスクを着用していただく。また出入口でテレビの消毒液を設置させていただいておりますので、えー、そこで、えー、消毒をしていただくと。 いうようなことも考えてございます。また、投影と投影の合間には座席手すり等の消毒をするというようなことで万全を期して臨んでまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。進行いたします。中野委員。はい、中野委員。えっと。 まず最初にあの7月の減額補正の事業一覧の中で、えー、伝統文化体験の実施、えー、について3,110万円、えー、減額されております、えー、これはその学校の休校に伴う事業の見直しというくくりの中で計上されてますけれどもこれをよく見るとその今,、えー、今期実施を拡大するところを拡大せずに 今やってるところはやってるけれども、新たにやるところは今期はやめるという理解でよかったですか清水指導部担当部長。伝統文化体験の事業に関する減額補正でございますけれども、こちらは小学校,と小学校では茶道、茶道を。 それからまあ中学生には稼働を1人1回体験させたいということで、昨年度から実施しておりました授業でございます。で今年度、この実施コースを拡大するという予定だったんでございますけれども、この拡大分について見送るということでございまして、今先生からご指摘がありましたように、昨年度実施し,た実施していた学校につきましては、引き続き実施する予定であるというふうに考えております。以上でございます。中野 えとそれではね、あのーまあそのまそくくり方として、これ、本来なら4番の方に入れるべきではないのかなというふうには一つ思います、まあ、ここは置いといて、えー、先ほど、そのいろいろその総務部長からお話があったように、えー、ウィズコロナ社会と言われている中で、今後、長い間にわたって、コロナとともに生きていかなければならない。 そういうふういふな認識を持たれている中でですね特にその、まあ、他の院からも子どもにはいろんな形でストレスがた、ま、与えられているそれはストレスない人はまずいないと思いますが子どもたちがそういう、まあ、大人がわさわさしている中で改めて静かな気持ちを持って伝統文化に向き合うというところはともすればこういった中でその伝統文化で あの文化芸術は二の次3の次えそれよりまず生活やという風うな部分がありある中で改めてその私たちは暮らす一つの彩りとしてえ文化芸術というのは非常に一番大事なところだという風にも思います。そこから考えるとね今回その拡大えつまり体験することができたはずであった子どもたちが今期え残念ながら体験できなかったと。 いうのは非常に貴重な機会を逸したのではないか。特にこういう時期だからこそ、茶道や花道で、えー、静かな中で、えー、ものを考えるこういう体験をおさせてあげるべきではなかったかなというふうに思うんですが、そこについての見解いかがですか。はい、清水指導部担当部長。まあ茶道茶道、伝統文化体験も含めたまあ。 体験学習の重要性ということについてでございますけれども、まあ、議員ご指摘のとおり、まあ、こういった活動というのは、あの教育活動の中でも重要な位置を占めるものであるというふうに考えております。そういったことも含めまして、まあ、例えば、校外活動を伴うものでございますとか、宿泊を伴うもの等につきましては、やはり、えー、コロナの感染防止の観点からも含めて、ねえー、授業をまあ中止しているところが多いんでございますけれども、えー、各学校に対しては、体験型の学習、参加型の学習も含めて、できるだけそういったメリットも含めて、えー 感染防止の観点がクリアできるのであれば、あの実施して構わないということも通知させていただいておりますし、まあ、これまでから実施しているさまざまな各学校における地域とのつながりの時期も含めて、ですねそういったものも含めて、各学校には考えていただいているところでございます。まあ、議員ご指摘のそういった観点はしっかり、教育活動の中で保持しながら進めていけたらなというふうに考えております。以上でございます稲田教育政策官 この、えー、伝統文化体験の茶道稼働の事業につきましては、昨年、宿泊税の導入に伴いまして、その宿泊税を税財源として創設したものでございまして、今回、コロナの関係でこの宿泊税が非常に減るだろうということもありまして、今回、1年間見送りとさせていただいたところでございます、補足させていただきます。中野委員とということは えー、どっちが目的なのかっていうのが非常に分かりにくいんですけれども先ほどおっしゃってたように子どもに今日本の文化伝統を学んでもらうその機会を提供したい一方では宿泊税が減るとおこの事業自体がやれないからあ今回見送りましたあのそのど,どっちに重きを置いてらっしゃるのか宿泊税が仮に減ったとしても子どもにとってはこういう探検をぜひさせたい。だからこそ、えー、こその事業は 引き続き進めていくというふうな認識を持たれているべきではないんでしょうか。でもう一つ今おっしゃってたようにその事業の大事さを提言されている一方で今回は他の学校他の追加でお稽古をするそういった子どもたちのチャンスはやめますというふうなところについてはですね お話しされていることと、今回の,この拡大の見送りと今一ひとつその整合性が整わないというふうにも思うんですが、そこについての見解はいかがですか東教育次長。 今の件でございますが伝統文化は本当に大事だというの思っておりますしこれを考えるときにどれができないかということを考えさせていただきましたが各学校地域の方々にまたお願いするということもございましたのでその方々からもちょっとあの、まあ、延期なりとか中止したいとそういう申し入れも含めてある中で考えさせていただいたということがございますのでそのあたりについのご理解させてご理解していただきたといと思っております。とい,い,い,いうことはあの最初の説明の中ではね あの違う理由だったんですけど地元でお茶を教えてらっしゃる先生お花を教えてらっしゃる先生が今回はできませんというふうなことで見送られたのかそれとも皆さんの判断の中で今回はやめときましょうということなのか宿泊税が減るから今回はちょっとお金的には無理ですというふうなことで見送られたのか。 あの理由がなんかあ,のあっちこっちうろうろしていてど,どれが本当の理由かわからないんですけれどもそもそも論としてやはり子どもたちにとってこの文化というのは大事だと思うんですが最後、そこは教育長の見解を伺いますアルタ教育長あのご指摘の,あの伝統文化体験小学校で茶道中学校で華道の体験活動でございますが3年間で全校を実施する予定で。 昨年度3分の1の学校で実施させていただきました。実施にあたってはですね。地域の指導者、また、あのえ、加はその京都にございます。各流派のご協力もいただきながら実施をするということになっておりました。けれども。 年度当初の4月、5月ぐらいに大体あの指導者の方々と打ち合わせをするということが必要になってもありますけれどもそれができなかったということで年度を通してですね、えー、予定の学校数で実施はなかなか難しいという中で関係者ともご相談させていただいて、えー、やむなく延期をさせていただくということであの、えー、4年かけて全校実施をしていきたいということでございます。であの 宿泊税のが財源になっているということも1つの大きな判断要素にもなっておりますし、複合的な理由で、えー、演期させていただいたと、そのようにご理解いただければと思っております。あの伝統文化の大切さについては、引き続き、えー、各学校で、えー、できる中で,です、ね、体験活動を実施してまいりたいと思っております。以上上でございいまますす、はい、進行いたします上谷 はいガミに。 よろししくお願いいたします、えー、私からは家庭学習支援およびオンライン教職員研修実施のための環境整備についてお聞きしていきたいと思います。えー、この中であの再度の臨時休業が必要になったサイトあるんですがあのまずまず今京都市でこの臨時休業の基準というものは何かある程度あるんでしょうか、まあ、何人だったらまあ休業になるとか、まあ、何人、まあ、学級の方でまあクラスで1人出たらまあクラス自体を学級閉鎖にするのかというようなそんな基準がありましたら教えていただきたいんですけども新潟ではまちなみに 感染者が出た学級は2週間閉鎖というルールがあるみたいなんですけれども、京都市の状況を教えてください。春田村部長、あの学校で感染者が出た場合、いろいろなケースがございますけれども、まずあの教室、あのクラスで子供が感染出たという場合におきましては。えー その子どもも含めましてそのクラスにつきましては一定濃厚接触者という観点疫学調査をした上ででございますけれども学級閉鎖にするのかあるいはその当該感染者の学年を 休校措置にするのかあるいはその子どもがその疫学調査の結果校内いろいろなところで活動していたということにそういういろいろなケースバイケースでその学校で感染者が出たときの範囲また濃厚接触者の関係性も含めまして学級単位あるいは学年単位それとも全校閉鎖こういう段階でいろいろなケースによって 応じて対応していくということでございまして、何か一律機械的な基準があるということではございません、以上,でございます上谷委員ありがとうございます。 まあ保護者の人からしたらですね、まあ、まあある程度の基準があった方がまあ安心できるのか、まあどうなったらまあ、えー、学校が休校になるのかというやっぱり今度の今後のことをすごい不安に思っておられる方いらっしゃると思います、ね、その辺あたりの指針をですね、ちょっと明らかにしていただいた方がまあ安心感があるのかなと思います。ちなみになんですあの PCR 検査をした場合、あの濃厚接触者の方が陰性であった場合は自宅で大体た2週間待機という考えでよろしかったでしょうか。春田総務部長。 あのその通りりりでごござざいいまままます上<谷>すす谷せんありがとうございます分かりました、えー、この中では続きなんですけどもあの学校園が作成した動画教材コンテンツを各家庭向けに配信ってあるんですけどもこれは個々の学校園が、まあ、作成した動画、まあ、個々の学校が作成したものを載せるということですかもう全体教育委員会全体で考えた動画とか教材ではなく学校個々が考えた作ったものを載せていくということなんでしょうか。 佐藤総合教育センター所長新しいあのポータルサイトの全面リニューアルの件でございますけれどもこの4月5月の間にそれぞれの学校がいろんな形であの動画ですとか あのそういうものを開発していただきました。合わせてあの教育委員会としましても、あの KBS のあの動画等ですね、あの開発してきたところでございます。で、これからにつきましては、えー、今年度中でいくと、4月5月の分はもはや使えませんけれども、これからあのもしそうなったときにどのような動画とかあ,あの必要になってくるのかっていうのをまあ、ちょっと検討しながら。 あの進めていきたいと思いますけれども、将来的には今今回4月5月あるいはこれからあの想定して作っていく動画がそれぞれライブラリーのような形であのポータルサイトにあのいつでも活用できるというような形で整備を進めていきたい、そういうふうに考えているところです。あ、あの学校が作成した動画も合わせてそこのポータルサイトにはあの。 載せて上谷かりました。ということは、結構、量はもしかしたら学校が国交で作った場合はかなりのまあコンテンツの量になるということですね、それはもう全生徒さんがすべての動画を見られる、その学校に属していないと見られない,いわけじゃなくて、もう全部の学校を全部の生徒さんが見られるということなんでしょうか。佐藤センター所長 あのそれぞれにえっとセキュリティとかあのパスワードを貸しますので基本的にはあのお子さん生徒児童生徒の立場で言うたら自分のところの学校の先生方がお作りになったそういうものは見られると併せてあの教育委員会としてどの学校でも使っていただけるようなものにつきましてはそれぞれどの学校の児童生徒も見られるようにそういうふうにちょっと区切りをつけて活用し 運用してていいいいきたいとという,うに考えているところです上谷実際第1波が来た時の休校期間中に ICT ツールを活用できたところとできなかった学校があったと思うんですやっぱ学校によってその動画の作成の技術であったり内容型もかなり差が出てくると思うんですね。やっぱりそこでその すべてを見れないというかその自分の学校属するところの動画や授業の内容しか見れないとなるとやっぱりそこでまた今後差が出てくるんじゃないかなと思うので一律、やっぱり効率的に考えるとまあ教育委員会の方で一定のやっぱりしっかりとした動画をやっぱ作ってやっぱ提示していくことが必要指針というか示していくことが必要だと思うんですけどそのありはどううでしょうかあの時間になりましたので答弁は手短にお願いいたします。 はいあの学校が作っていただいたやつにつきましても、こちらの方でいろいろ審査させていただいてあの、どんな学校でも使えるようなものについては、ライブラリーとして活用していきたい、そういうふうに考えていまますすはいい進行たし井上委員井上委員。井上委員 はい、よろししくお願いいたします私からも先ほど来議論されておりますギガスクール構想における児童・生徒1人1台のタブレット端末について質問をさせていただきます5月の補正予算において計上されましたこの約6万台のタブレット端末の整備のうちです、ね、3万5千0 0台が先行調達されたということでありますけれども数あるメーカーの中でも 中国のレノボ社製の端末が選定された経緯について、お聞かせください有沢担当部長。今ご、ご意見いただきました3.5万台の調達、これまで経緯についてでございますが、国のギガスクール用の端末の使用を用いまして、 えー、調達事業者を公募し,しまして、であの応募にありました、あの本市の競争入札参加資格を有する4社から、えー、最も安価な事業者を選定したというところでございます。であの本来はあの3000万を超えるために、40日の工事祈がを要する WTO 案件でございますが、まあ、最終学年である小6、中3、また、えー、ICT 環境の整えない家庭に優先的に端末を進めることを求める国の通知を踏まえまして、今回、緊急実験を行ったところでございます。 井上委員、はい、ありがとうございます、えー、万が一、えー、端末が故障した際の対応でありますけれども、えー、修理となれば、えー、おそらくは、まあ、メーカーなりに、えー、端末を郵送して、まあ、修理を行うと思うわけでありますけれども、えー、その期間というのは、まあ、どのくらいの期間を見,見込んでおられるのか、そしてまた、えー、修理期間中は、えー、端末を使用した学習が、まあ、停止するのではないかというふうに思うわけで。 ですけどもそ、その辺はどのようにお考えでしょうか。有沢担当部長。はい、あの修理期間についてでございますが。あの今回の端末自体につきまして、あのギガスクールコースを使用に準拠しまして。 1>, 1年間のセンドバック方式の保証がございまして、2週間程度で修理がしまして完了しまして、手元に戻ってくると、そういう仕組みでございます。なお、その期間のことについてでございますが、今回の7月補正につきましても、児童生徒の約5%の4500台の予備機を含めた台数を計上しているところでございまして、故障時の、そうした修理している期間もすぐに、即時に学習が継続できるようにということで、国におきましても、こうした常備をしておくことと。 そういういいいここととでで現在考えているところでございます井上委員、はいえー、児童・生徒が、まあ、使用していく中で、えー、作成したデータの保管、まあ、などの取り扱いは、まあ、どのようにされるのか、お聞かせください有沢担当部長。はい、あの児童・生徒の,あの作成したデータの取り扱いについてでございますが、あのこの国の技学スクール構想におきましては、えー、災害等のリスク軽減、またあの柔軟な運用、また コスト軽減等の観点で、えー、クラウドサービスの活用を原則をした方,式方針が打ち出されているとことでございます。あの本心におきましても、原則、あのクラウドサービス利用を前提に進めてまいりたいと考えておりまして、えー、そうした利用、またあの非常時の端末を各あの自動で自宅で使用する際につきましても、同様の取り扱いとして考えているところでございます。イ 連日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が、残念ながら続いておる中でございますけれども、第2波等の休校時における自宅でのタブレット端末の活用方法については、どのようにお考えでしょうか清水担当部長。 今後の休業時等における、まあ、家庭におけるタブレット端末の使用でございますけれども、この6月までの休校時におきましても、各校においては、Zoom 等を活用したテレビ会議システムを活用した子どもたちとのミーティングでございますとか、あるいはあの先ほどから答弁にもありますように、YouTube 等を活用した動画や資料の配信等を行っております。引き続き続ここういいったた用用途でで活しししててとを想定しておりますしまた6月ます月の休業時には 併せて民間の事業者からも、ですね民間のそういったインターネットを通じた教材の提供なんかも、これは紙教材なんですけれども、頂い,いております、そういったことも含めまして、これまでのノウハウ、それからこういった民間事業者との連携も含めまして、進めてまいりたいというふうに考えております、以上でございます井上 <a> 夏休みなどには、家庭に持ち帰ることも想定されてるんでしょうか清水担当部長。 先行調達するもにつきましては、今、先ほど答弁いたしましたように、再度の休校時などでの対応というのは、ころでございます。ただ、将来的にはですね、こういった端末を家庭学習に使用することで、一、まあ、人一人の理解度でありますとか、あるいはまあ学習の定着度に応じた、問題演習なんかも効果的に行うことも期待できますので、将来的にはそういった形での住宅の使用、まあ、夏休みも含めた、そういった使用につきましては、検討を重ねてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。色 先ほどの答弁でもありましたけども、ズーム等を使ったオンラインで使用しますと、まあ、必然的にです、ね、通信のデータ量が多くなってしまいます、学習に関係のない動画等を見れば、通信容量の圧迫が懸念されると思いますけれども、まあ、フィルタリングでどの程度制限されるのか、そのあたりはいかがでしょうか。有沢担当部長 あのフィルタリングの制限についてでございますが、本年の予算措置をいただきまして、保守経費のまあ削減でありますとか、またネットワークの安定化など、ICT 関係の検証につきまして、専門コンサルタントの方にも参加いただきまして、専門家の意見を踏まえて検討してまいりたいと、このように思っておりますま。ああ具体的なイメージとしましては、暴力やアダルトなどのまあ有害サイトにアクセスできない設定するとともに、フィルタリングの結果、 あのアクセス負荷の区分となったサイトにつきましても、学校側であの個別に確認しまして、有用と判断できれば、個別にアクセス負荷の設定を解除できるような、そうした設定をすることで、安全性と、またあの学習効果の両面、両立を図ってまいりたいと、このように考え <a>、はい、最後に導入後の保守管理についてなんですけれども、端末導入後の維持管理については、 どれくらいの経費等を必要とお考えでしょうか、国に対しても経費の負担の要望を行っていく必要があるのではないかと思いますけれども、いかかがでしょうか有沙担当部長。えー 端末導入後の位置管理ににる経費についいてでございますあの今回、の予算計上させていただいておりますフィルタリングサービスでありますとか、またあの、公害インターネット接続強化の運用費、えー、さらにあの日々の学校の,の ICT 支援を行う人的配置等がもう必要であると考えております。またあの、端末あの数年で更新していく必要があるとされている中で,です、ね、こうした運用更新にかかる経費につきまして、えー、国に対しまして要望をしているところでございます。 つきましてできるだけ本心の負担を減らしまして効率的、効果的な執行となるよう先ほど申しました ICT 環境の検証の中で専門のコンサルタントの方とも十分意見を伺いながらしっかりと検討してまいりたいとこのように考えております終わりですね。はい、はいい以上であごめんなさいもう一人進行いたします久保田委員 久保田委員からもです、ね、多数質問ございましたが私からもギガスクール構想の早期実現につけまして少し質問をさせていただきたいと思っております今回の補正予算におきまして31億円計上とされておりますけれども 児童生徒一人一台端末の早期実現について示されたことについて良かったと思っております。ただ、急があまりですね、その中身の整備が遅れて、箱物の導入に終わってしまうような高まる申し送りになってはいけないかということも懸念をしております。今後のですね活用方法などにしっかりともちろんですね検討いただいている最中だとは思っておりますけれども。 端末整備などのハード面また教育現場におけるソフトウェアであったりアプリなどの活用などのソフト面の取り組みのみならずですねそれと合わせて指導体制の充実につきましてもしっかりと取り組んでいただきますように要望をさせていただきたいというふうに思っておりますその上でですね改めましてそのギガスクール構想についての教育委員会としてのですねお考えを少しお伺いをさせていただきたいと思っているんですけども 今回です、ね、別の観点ではありますが補正予算について経済対策の考え方にはです、ね、ウィズコロナ社会における担い手の確保、育成等の支援という記載がありますけれどももちろん経済対策という観点ではございませんがまさにこのギガスクール構想の早期実現において、ね、ICT をベースにした学習を受けていく児童・生徒たちがですね ソタティをとといいう新たなな社会の担い手にっっていくと思ってく思おります教育委員会としてです、ね、その今までと違い ICT 教育をベースに学習を受けて卒業していく児童・生徒の人物像という部分をどのようにイメージされているのか、ま、ずその教育環境の変化に伴うです、ね、児童・生徒の成長変化についてご見解お伺いできればと思っておりますがいかがでしょうか。 佐藤総合教育センター所長。これから変化の激しいこの世の中を生きていく子どもたちにとって、ICT の活用能力というのは、必要不可欠なものだと考えています。今 現在、スマートフォンなどで子どもたちはそのように使いこなしているかのように見えますけれども、実際に ICT 機器を本当にあの自分の学習や、あるいは仕事の上で活用していく、そのことの,あの力をやっぱり学校教育を通じて、すべての子どもたちにつけてまいりたい、そして、その普通に ICT を活用しながら、一人一人の,あの自己実現を目指していく、そういったあの子ども像、人物、あの将来像を描いているところです。 久保田委員、ありがとうございます。えー、今回もですね、その三十一億というまああの相当大きな額をで、これからもまだまだ、えー、いろんな面でですね、あの取り組んでいかないといけない中で、あのしっかりとあのこの技術構想、もう ICT の教育っていう部分のベースをですね、えー、しっかり進めていただきたいなというふうに思っております。で、またですね、あの。 文部科学省からはですねその緊急時において ICT の活用によりですべての子どもたちの学びを保障できる環境を早期 供給にですね実現する方向、示されておりますけれども、この環境整備が整う中において、例えば緊急時ではなくて、平時において、例えばその不登校の児童、生徒であったりとか、病気などで少し長期で休みを必要とされている子どもたちにおいても、このオンラインの授業参加などであったりとか、例えば、 出席日程だったりとか、まあそういう部分のあの活用などの考え方があるかなどのちょっとお伺いができればと思いますが、まあ緊急時だけではなくてですね、この平時においても整備される環境を十分に活用いただきたいと思いますが、その点などご見解お伺いたると思います。佐藤センター所長、あの特に学校にあのさまざまな理由で来れない子どもたちへのあの活用につきまして非常にあの。 可能性があるというふうふに考えておりますただあの、そのネット環境でございますとか、いろいろなこう条件がございますので、一人一人の,あの家庭の状況も違うんだろうと思っています、ただ、そういう可能性を追求しまして、いろいろこれからもあの調査研究を進めてまいりたい、このように思います久保田委員。はい、ありりがとうございます、えー、やはりです、ね、この えー、ギガスクール構想、まあ、その早期実現に向けた取り組みというのは、本当にあのこれからの社会において必要になってくるかと思っておりますので、えー、ぜひですね、あの先ほどご、えー、答弁いただいたような内容も含めまして、ぜひご検討いただきながら進めていただければと思っておりますので、えー、よろしくお願いいたします。以上ですはい 以上で質疑を通告されたの方の発言が終了いたしました。これで教育委員会の審査を終わります。理事者ご苦労様でした。委員の皆さんはもう少しお残り願います。以上で予算特別委員会第2分科会における審査は終了いたしました。なお、委員長に提出する分科会報告の分案については、政府主査にご一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 ご異議なしと認めそのようにいたします。報告書を作成し、8日水曜日に委員長に提出し、委員長からその写しを各委員に配布していただくことといたします。次に、付託議案の取り扱いについては、各会派等でご検討いただき、9日に開会する委員会で討論決了といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で予算特別委員会第2分科会を参加いたします。委員の皆さん、お疲れ様でした。